長谷川ルカは、大正、昭和にかけて、国内外で活躍した日本画家、フレスコ画家。カトリック美術家として、キリスト教霊明記のキリシタンを題材にした、宗教画制作に取り組むとともに、日本のフレスコモザイク壁画のパイオニアとして、旧国立競技場などの公共施設に、多くの作品を制作する。また、文化服装学院をはじめ、いくつかの教育機関で、 副職史を講じた。本名は龍蔵。共生学校東京美術学校時代、パリヨーロッパ遊学時代クゲ沼時代、目白時代チビタベッキア時代壁画集団、FM の時代、長谷川遥は美術家として極めて多角的な活動に携わった。三知の父、杉村誠吉は東京、芝で得み物を専業とし、洋風のカーテン示とともに、 内閣府省勲局の小牛久氏の下で勲章の布の部分である樹の製造販売に当たっていた。明確に美術に関心を持ち作品が残っているのは中学校時代からでカトリック入信時の洗礼名が画家の守護聖人ルカ。この時代の作品は水彩、油絵が中心だが行政中学校卒業後渡辺花石に指示し難画を習得している。 東京美術学校日本画家に入学し、大和への松岡永久に指示してからは、大和へに先進する。卒業制作が流される京都であることからもわかるように、道川この時すでに日本画でキリスト教世界を描くという自らのスタイルを確立させている。東京美術学校卒業直後には、一転して若き日の憧れを抱いて、大戦間のパリに留学する。 西洋絵画を学んですぐに頭角を表すことになるが、西域壁画を模写する仕事で、日本画の源流といったものを肌で感じ、アールデコ博覧会で美術の新しい潮流に触れたことを経て、自らの青の時代に終止符を打つように1926年に制作した南仏海岸風景は水墨画で、この作品はサロンドートンヌ展に入選している。 南仏の海辺を訪れた時故郷の湘南の海を思い出したのだろうか。異国の海岸の風景といったものをこれまでの日本画家の誰も題材にしたことはおそらくなかったろう。日本人の洋画家の多くが西洋の近代的な絵画に追従しようとしていた時に、道川西洋の古典的なフレスコ画を学び、そしてまるで自分自身を新たに発見するように描いたのが、 南仏海岸風景で、この作品にあるような東西を越えていく、想像力は、道下の日本画の大きな特徴になっていく。1927年、パリから帰国後は、市松岡永久らが結成していた、新興やマトエ会と行動を共にしたが、しばらくは主にフレスコ画を出品していた。1935年、定点の回訴で画題が大きく揺れ、松岡永久は、 長年勤めた母校東京美術学校を辞し、同年9月に文下を合わせ、国外院を結成すると、長谷川るかも結成メンバーの一員となった。1937年、国外院同人第一回展に、道川、トレロドにおける永久戦製造を出品する。ただ、翌年の永久の死去により活動が休止したこともあり、新興山戸江会の東京美術学校時代の、 仲間だった遠藤京さん、かのみつと三人展を組織したが、戦況の悪化もあって六年ほどで活動は終了した。道川自らを表現するという近代的な芸術家であるとともに、絵を描くことで風景を写し取り、絵を描くことで人に敬意を表し、絵を描くことで人を楽しませることのできたケウナが家だった。1925年。 ブルッセルの日本大使館で行われた朝香宮鳩飛行のベルギー王室への登礼の晩餐会でエリザベート王妃の藤の花をというご希望をその場で咳がしてものの数分間で描き上げてご覧に入れたという逸話が残っている。日本画でキリスト教世界を描くというのは東京美術学校時代から一貫したテーマであったが中でも1949年に 第10回カトリック美術協会展に出品し、翌年バチカンのサンピエトロで行われた、布教美術展に、多くの日本人画家と共に出品した2層1曲の、病風絵「受胎告知は、座席に、百合の花を捧げる少女のような大天使、ガブリエル、右席に青いガウンを着て、初見台の前で腕を交差させて、お告げを受け入れる聖母マリアというルネサンス期の巨匠が、描いたスタイルを踏襲しながら、 日本画らしいシンプルな表現で見事に、キリスト教世界を描き出している。道家の代表作である、チビタベッキや、日本製殉教者協会の天井画、聖母子像も、また、フレスコ画ではあるものの、その線は、日本画そのものである。室町時代の清掃をした聖母マリアと、おちごさんのような身なりをしたイエス・キリスト。若い頃から修練した日本画の技術と、 カトリック信者としての信仰、さらにはおそらく、長崎の潜伏キリシタンが信仰したとされる、マリア観音への共感もあって、この和装の聖母子像を作り上げたのに違いない。チビタベッキアの祭壇が、日本二十六聖人巡教図にしても、長崎の日本二十六聖人記念館の長崎への道にしても、フレスコ画でありながら、その表現は日本画のスタイルを踏襲している。 未知の日本画家としてのキャリアは、日本画の枠を超えて、フレスコ画の対策へと結実していった。19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパ諸国の探検家、東洋学者たちが、中央アジア、西域の遺跡を調査し、壁画を、はじめ多くの遺物を持ち帰ったことがある。日本画の源泉とでも言うべき貴重な壁画の、重要性を感じていた、日本の美術史研究家、 東京帝国大学の松本又太郎教授、京都帝国大学の沢村千太郎助教授らは、これらの災域壁画を模写できないものかと考えていた。そこで、白羽の矢が立ったのが、パリ留学中の長谷川六花である。その経緯については、諸説がある。三知花の話によれば、1924年ブリュッセルで、 開かれた国際学術会議に松本教授が参加した際、道家が大使館から依頼されて通訳を務めた時にその仕事ぶりが信頼され、松本教授から模写を依頼されたという。道家は留学中の身だからと誇示したが、西域の壁画こそ日本画の源泉という指摘が道家を決断させた。また、道家がルーブル美術館でドラクロワの タンジールの部長を模写をしていたところに、東京美術学校教授の有気素名が現れて、道家に災域壁画の模写を打診し、折からライフッツしていた沢村仙太郎助教授を紹介したという話も伝わっている。沢村助教授は、道家の模写期間中、作業に付き添って交渉その他のマネージメントを引き受けた。一般の画家が練習用に模写するのと違い、 考古学的な資料として模写するのであるから、重ね絵描きといって、直に作品に足を重ね、時にめくって確かめながら写し取るという方法で、正確に模写が行われた。足掛け3年、摂衝期間などを除いた、賞味約1年8ヶ月の歳月をかけて、70数点に及ぶ模写が行われた。これらの模写作品は、現在東京国立博物館、東京大学、京都大学、 東京芸術大学に分割所蔵されており、特に東京国立博物館では、東洋館で定期的に掛け替えながら常設展示されている。道家が模写を行った場所は次の施設である。ベルリンのフェルケル君で博物館の収蔵品の多くが、第二次大戦の戦火のために失われ、戦後に移管されたインド美術館を経て、アジア美術館に継承されたものを除き、 道家の模写のみが原寸大、三色資料としては、世界唯一となったものが少なくない。もう一つのケースは、道家がちびたべっきアの日本製純教者協会の壁画の制作を進めていた時に、ブリジストンの創業者、石橋章二郎の依頼によるものである。自分の使いたい絵の具のためには、自らが負担しても構わないという道家の仕事ぶりに、感銘した石橋は、 バチカン美術館所蔵のポンペイ壁画やルネサンス期の名画のいくつかを模写することを条件に多額の寄付を申し出た。これらの模写作品は石橋美術館、ブリジストン美術館に分けて収蔵され、ブリジストン美術館の4作品は館内のティールーム、ジョルジェットに常計されていた。少年、長谷川隆造は1914年、17歳の行政中学5年の夏休みに、 北海道北都市のトラピスト修道院で一夏を過ごした。午前4時に起床し、午後9時の祈りが終わると就寝するという生活。労働修道士に混じって牧草を買ったり、厨房の仕事や掃除など献身的な生活を続けながら、中沢神父様からカトリックの教えを授かり、同宿した詩人のミキロフからは芸術の尊厳について話を聞かされていたという。 そうした体験を経て、その年のクリスマスを前に、行政学校でハンベルクロード神父から受選し、洗礼名は画家の守護聖人であるルカだった。東京美術学校日本画家に入学すると、3年生の時、南蛮寺を制作、翌年第二回定点にエロにも二郎助信を出品し、道川カトリック画家としての歩みを始める。また、美工在学中、 露風には、聖ドミニ小僧を白両号で送っている。卒業制作は、細川ガラシアを描いた、流される、京都で、この作品から、道下という画語を名乗るようになる。現在、上記、南番寺とともに、東京芸術大学大学美術館に収蔵されている。東京美術学校卒業後から間もなく、23歳で、道下は、欧州航路で、 フランスへと渡る。これは、憧れのパリに行って、念願だった、西洋絵画の技法を学ぶつもりで旅立ったのだろう。突出した1921年の冬、行政中学校の先輩、岩下聡一から、在王中の戸塚文里、小倉慎太郎と共に呼び寄せられ、ロンドンで、ボンサマリタンという修道会を設立する動きと、行動を共にしたことがある。 早朝からのミサ、労働、夕方の長いお祈りとともに、日本への布教を考える毎日だったが、ラテン語の習得に悩む道家に対して、とつかから、君は、君の芸術をもって神様の光栄のために、働きたまえ、フランジェリコのように、とさとされ、岩下からも、君は、芸術家として、立派に布教できるのだから、神父の職を得て、布教に尽くすより、むしろ専門に、 カトリック美術を勉強し、芸術を持って生涯を送った方が良い。立体派、キュービズムに影響されずに、イタリアの正当画風を学ぶべきだ。と忠告され、パリへ帰り、芸術活動に専念することになる。パリに戻った道川、洋画の作品を次々と発表し、サロンナショナルやサロンドートンヌに入選するほどに頭角を表すが、再域壁画の模写の仕事と、 アールデコという新しい美術の潮流に接したことで、壁画への興味が生まれ、また、岩下のイタリアの正党画風学ぶべきという言葉に従うかのように、フレスコ画をフォンテーヌ・ブローのフレスコ研究所でポール・アルベール・ボードワンについて習得する。道下の帰国した百二十七年は、小田急小田原線の開通した年でもある。小田急電鉄創設者、都光鶴松が、 長女、静江の意を受けて、東京府か小前に私的制度を建設した際、その壁画制作を、道家が依頼された。街道は1928年7月に竣工し、内陣及び側壁に、長谷川るかによる、日本最初のフレスコ壁画、成功し、教会の復活と、聖ミカエル、殉教者と、聖ザビエルと、天地創造が壁面を飾った。この壁画のうち内内内の、 聖母子他の壁画だけが、1978年、聖堂の移転改築の際に、道家の弟子の宮内純吉の手によりストラップされ、北見駅前の新しいカトリック北見、教会小聖堂に10年後に復元された。壁画完成後、道家は山と絵画からしく、北見教会縁起絵巻という長尺の絵巻物も、制作し、1929年の第9回。 新興大和絵回転に出品している。このことがきっかけで、1929年、小田急江ノ島線開通に際して、南林間駅前に伊藤静江が開いた、ミッションスクール大和学園高等女学校の図が、担当講師に招聘された。2013年7月、カトリック、北見教会の閉鎖に際し、聖母子他と北見教会演技絵巻は、 学校法人大和学園聖セシリアに寄贈され、現在同学園が所蔵している。1928年に黒沢武之助、木村慶造、佐々木松次郎、近藤慶司、小倉和一,一郎と共に理事として、カトリック美術協会を結成。1932年の第1回カトリック美術協会展により、私以前年の第10回展までほぼ連続して、 日本画を出品し、中心的な役割を果たした。隔沼時代の道川、鎌倉の天使校教会大町教会に在籍し、片瀬の山本家の仮聖堂でのミサにも出席した記録がある。1937年、この地にカトリック、片瀬教会が建設されることになった。聖堂の建物は純日本風の建築様式にすることになった。 一見自社風の聖堂が1939年の聖ヨゼフの祝日に剣道された。この時点で、道川すでに目白へ移っていたが、聖壇領脇の床の間を飾る、エジプトヒ用ルルドの聖母の掛け軸と、礼拝出領側に十字架の道行きの十四面の色紙、さらに司教館玄関に飾られている線面、宣教詞を描いている。このか。 各地の教会のために描いた日本画の作品としては、名古屋市カトリック、南無山教会の神徒、新徒鹿児島カテドラルザビエル教会に、ザビエルトラン400年記念絵画として描いた、臨終の聖フランシスコザビエル、少女ベルナデッタにご出現のルルドのマリア、聖ザビエル日本不教図が知られている。カトリック画家、 長谷川ルカの生涯最大の仕事は、イタリアチビタベッキア市の日本製純教者教会制度の内部装飾である。1950年、青年に際して、バチカンを訪れた道香は、同年の8月、すでに、金山正秀中バチカン代理講師の紹介で、松風正とを介して、日本製純教者教会の壁画制作を依頼されており、翌年の年頭から、 死体の制作に取り掛かった。夏には、現地入りし、フレスコ壁画制作に着手する。製品を重んじる、修道院の中の生活である。朝は、未明の鐘と共に起き、スパゲッティの繰り返される貧しい食卓に長い祈りの、後のイタリア語の談話に耐え、心置きなく語り合う友人もないただ一人の日本人として、この長い期間を身に染みて影にある思いをした。 こうした環境の中で、足場組などは現地の職人に手伝わせたが、祭壇画、天井画の制作は、独力で進められた。こうして、祭壇画、日本二十六聖人純教図と、天井画、聖母子像、圧死寺の聖フランチェスカ像、聖フランシスコザビエル像、聖フェルミナ像、ハセクラツネ長像などが出来上がったところで、1954年10月10日、 コスタンティーニスーキ教を迎えて、道ガートに、生涯最良の日と記した、壁画完成の祝別式が挙行された。そこに列席したのは、イタリア側は、チビタベッキア・タルクイニア教区長、ジュリオ・ビアンコーニ司教、フランチェスコ・ダンジェリ修道院長、ジアチント・アウリッチ元駐日大使、宗教に否定的だったイタリア共産党の、チビタベッキア市長レナートプチ、 在外外交官など、日本側からは、原田剣中イタリア大使夫妻、井上孝次郎を中馬地官公使夫妻、パリ美術家連盟の関口隆が白などが参列し、また、高松の宮様からは御門付きの祭壇掛けが、贈呈された。さらには、日衣合作オペラ映画、蝶々夫人に出演するために、ローマに滞在していた女優の八千草香る、東郷春子、歌手の田中美智子ほか、 宝塚歌劇団の女優15名が着物姿で三列紙花を添えたという。その席で、道川、フランシスコ会からビアンフェザンスという称号を受け、また、チビタベッキア氏からは名誉市民に推挙された。コスタンティーニスーキ教はその祝辞の中で、殉教者たちの信仰を表す、表現の深さ、少年を含む殉教者の示した一途な信仰や、 日本人の神秘性を称賛し、祭壇の周囲に描かれたこの壁画が感動すべき日本神との殉教を我らに知らせたばかりではなく、画家がイタリアで学んだ技術を立派な形で我らに示したことに注目しなければならない。と述べ、東西の文化交流が結実し、日本画の技法とフレスコ壁画が巧みに融合したこの壁画の美術上の卓越さを指摘すると、 三列した一堂に深い感銘を与えた。その後自家は、ウルバニアーナ大学の神学ブレ拝ハイに、セーフランシスコ・ザビエルの生涯を描いた、レスコ壁画の連作、制作し、帰国したのは1957年8月だった。カトリック画家、長谷川ルカの生涯最後の仕事は、長崎市の西山形場跡に建てられた日本26、成人記念館における制作である。 1966年に、壁画、セーザビエル像を制作したところで、心臓病で、東京女子大病院へ入院。翌年、フレスコ壁画、長崎への道を制作。これが対策としては、遺作となった。道化は、その生涯の中で、様々な絵画をバチカンに献上し、キリシタンマンダラ、ゲッセマネ、キリシタンエマキ三冠。 赤のマリアは現在は地間不況民族美術館に所蔵されている。1927年、長崎市教区のヤヌアリを、早坂久之助氏の日本人として、初の市教への除海を表敬したキリシタンマンダラは、日本のカトリック神徒より、ローマ法をピオ11世に送るとして描かれたもので、山戸絵風の画面に、画像の聖母子が天女のように降臨し、 小船に乗って日本にたどり着いた宣教師や南蛮寺で信徒になった人々、迫害されるキリシタンといった日本のキリシタンの歴史を一枚の絵に描き込んだもので、道下のその後のスタイルを確立したメルクマークとなる代表作である。おそらく山和絵という和の感覚とキリスト教世界が融和することを確信した作品だったろう。最後に献上した暁のマリアも、 天女のようなマリアが雲に乗ってイエスを抱きながら降臨する作品だった。道下の示した、布教した国々には、それぞれの国の聖母子像があるという考えは、その後、イスラエルナザレの受胎告知協会で各国の聖母子像を展示するという企画へとつながり、日本からは1968年、道下の下絵をもとに、FM 会員が花の 聖母子という作品を作り献上している。なお、バチカンの不協民族博物館では、道家の作品がしばしば展示されている。長谷川流河は日本におけるフレスコ、モザイク壁画のパイオニアとして活躍した画家である。フランス遊学で、ポール・ボードアンから伝統的な手法を学んだ後、日本製純教者協会の壁画を制作しながら、 ローマ美術アカデミーのフェルキオ・フェラッチにアドバイスを受け、また、現地の美術家、ニコラー・アロッチらとも親しく交流しながら、フレスコ技術の習得に努めていった。初めての東欧から帰国後間もない1928年、旧カトリック・北見教会の前身にあたる伊藤家聖堂に、日本初のフレスコ壁画を制作した。以来、道化の制作した、壁画、床へ。 天井画などの次の作品が記録に残っている。これらの壁画作品は動かせず展覧会などに出品することができない上、作家自身の自由意志だけでは制作できない。また建造物の一部であるから建築士及び建築家との連携、信頼関係が必要となる。今井賢治、村野東吾といった建築家と信仰を持っていた道家は極めて恵まれていた。 イタリアから帰国する1957年までの壁画作品を道川ほとんど独力で制作したようだ。帰国した時、道川60歳を迎えていた。壁画を制作するには、数メートルの矢倉を組み、立ったままの制作となり、天井画ともなれば、さらに無理な姿勢を強いられ、体力的にも相当大変な作業に違いない。 1958年、武蔵野美術学校本科芸能デザイン科講師となった、道川は、副総司を担当しながら、1960年、油絵科などの学生にも呼びかけて、壁画集団、FM を結成した。FM とは、フレスコ、モザイクを意味する。以後の壁画制作のほとんどは、FM の学生を指導しながらの共同制作となった。フレスコの場合は、 自ら筆を取ることが多かったようだが、モザイクの場合は、ローマンスタイルというイタリア中世からルネサンスにかけてのシステムを踏襲し、道かが主絵を描き、FM のメンバーが数の拡大、材料調達、材料作り、現場制作のほとんどを担当した。現在、フレスコ、モザイクの分野で活躍する画家の多くがここから育っていった。 戦前の日外芸術家でフレスコを教えていた時から学生たちと日本フレスコ画協会展を開くなどフレスコ画による展覧会の試みも継続されブリジストン美術館での古典文芸春秋画廊での FM 展などでは道川フレスコ画の可能性を広げていくような斬新な試みを展開した 日本の神話を題材にした山崎彦の物語三部作、日本の古代をモチーフにした、高古的幻想イカルガの春、ラスコーの壁画からイメージした古道、同時代の洋画を意識したようなイタリアの思い出、ファッションモデル、さらには、プロレタリアアートを意識したような斧を持つ男なども制作されている。これらの作業は、フレスコ画を同時代のアートとして普及させて、 行ききたたいといいととううのの思いが作品としてて現れてきたものだろうフレスコ画やモザイク画は本来建築と同様の耐久性を期待して開発された技法である。ところが建築に対する西洋と日本の意識の違いもあるのか、すでに輸出してしまった道かの作品が相当数に上る。繊細はいた仕方ないにしても建物解体によるものがかなり多い。 道家がイタリア時代に新技法として学び、日本に伝えたストラッポというフレスコ画面の剥ぎ取り補修技術によって保管されている作品もあるが、絹や紙の作品より多くがすでに失われているのが現実である。道家の代表作であるイタリアチビタベッキアヤ氏の日本製巡教社協会内部の壁画も雨漏りなどの要因で天井の壁に亀裂が入るなど、 修復の必要性があることが、創場大学の有田匠教授や、東京文化財研究所の前川慶文の調査によって指摘されている。なお、道化の代表作である旧国立競技場、メインスタンドの勝利と栄光は、分割して壁ごと切り出された後、日本スポーツ振興センターの倉庫に保管されていたが、現在新しくできる、 国立競技場の正面入り口に設置されている。道川、フランス留学時代、エコール・デュ・リューブルの西洋服装士戦下でも研修している。アールデッコ博で建築や装飾、家具や服飾といったものまでもアートの領域になるという新しいアートの潮流を間近に感じたことから来たことだったのだろう。ファッションの中心地、パリで本格的な西洋服装士を学んだ日本人は、 当時、稀有な存在だった。下沼から目白に今日移すのと、相前後して、財団法人並木学園が開設した文化服装学院から招聘を受けた。これには、壁画模写を依頼した松本又太郎教授の口利きがあったとも言われている。以後、文化服装学院とは、修正関係の深い存在だった。1950年、財団法人並木学園が、 文化女子短期大学を開設した際、初代学長に徳川義近校が就任したことも、道家の存在なしには考えられない。チビタベッキアでの制作期間、当然、給食にはなったが、道家の勤務先、文化服装学院の対応は、寛大だった。イタリアは、ファッションの先進国である。想定を超える、長期欠勤となった道家を、学院の発行する、葬宴。 スミレの特派記者という扱いで定期的に記事を送行することを条件にルスタクに給料を届けたのである。1971年フランスから当時のファッションの中心人物だったピエール・カルダンが来日した時には文化学園で通訳も含めて同行した。長谷川ルカの教職歴拝越したカトリック教皇日本のカトリック兵神徒で4人の教皇に拝越した人物は稀であろう。 クンゲヌまでの出会い時家の実家とも言える旅館アズマヤは、ブンシアドの異名を持つ。フランス留学時代の出会い講演者イタリア時代に、交流した人々彫刻家映画人、黒沢明の、ラ・ショーモンが1951年のベネツィア国際映画祭で、禁止史上を受賞し、その死者会がローマで開かれた時、名監督、ビツトリオデシーカと隣席になり、話を交わしたことをきっかけに、 イタリア映画人との交流が深まった。チビタベッキアでの制作見学者、長谷川の制作期間中、作業場の足元には死体が置かれていた。この作業を見学に訪れた人々は、死体の余白に、感想や、激励の言葉や署名を残すのが、慣例になっていた。すなわち、死体が放明録になっていた。漢字で書かれた、日本人の名だけでも200名を超す。 当時は1950年代であり、1ドルが360円で、外貨持ち出しが厳しく制限されていたことから、ローマを訪れる日本人は限られていた。ありがとうございます。